はい、こんにちは、札幌占い美容室早山かしの後藤です。今日はどうしますか？髪の毛は何かあります？写真とか。お、はい、白っぽいやつ。毛先が白で、根元は黒い方がいいの？黒、暗めで、結構地毛じゃない、今染まってるやつでも黒くて、はい、で毛先は白にしたいということなんですけど、僕は基本的に夜この時間から白をブリーチ1回以上やんないことにしてるので、多分2回3回やんないとなんないんですけど、なんないんですので、白は諦めましょうすいませんか。なんかそれなりに白になるように頑張ります。いいですか？はい、そういう緩めな感じになります。ということで、じゃあこれから、ブリーチを入れていくんですけど、1回しかブリーチしないので、まあ、モデルさんの希望は白っぽい感じなんですけれども、ちょっと白は難しいかなということです。乾かす前の状態で今グレージュが入った状態になります。まあ、この辺はですね、多分もう、履歴でかなりやばい状態までいってたと思うんで、もうしょうがないですね。もうあとは切るしかないと思います。で、流す時にポイントが、お湯をシャンプーボールいっぱいに溜めていかないと、流れたこんだけトーンの差があると流れた薬剤が毛先についてしまうんで、要はその排水口に向かって毛先って落ちていこうとしますから、そこにどうしても根元の薬がついて、でトーンが下がってしまうってことがあるので、シャンプーボール水をいっぱい溜めた状態で流していかないと、グラデーションカラーのハイトーンの場合はかなり難しいと思います。また後でね、ブリッジ剤とかで色を剥がす感じになってしまうので、流しが結構ポイントかと思うんで、ボール1杯分の水ぐらいで流していった方が、いいと思います。あと毛先にトリートメント剤つけて保護するようなことで、だいぶ毛先の色が、まあ、これでもねちょっと入ってしまってる状態なんですけど、その辺が防げますので、参考にしてみてください。なったよね、白っぽく、はい、ちょっと白っぽくなってるね。なんとか大丈夫。まあ、ブリーチ今日は1回しかしてないですけれど、まあ、やり方によっては、まあ、いろいろできると思うんで、まあ、皆さんもいろいろ試してみてください。終わりです。もうはい、終わりました。今日はカラーだけだったので、終了です。で、結構下の方が毛先1回のブリーチだったんですけど、では皆さん、さよなら、じゃあねー。